皆さんこんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はですね、スター・ウォーズ・ナイトということでね、エンゼルス戦ですけども、ホームのね、今年はトラウト BB8、バブルヘッドということで、配られてるみたいですけども、去年はですね、翔平・ケノービということでね、こちらが配られた、状況でして、この翔平大好きおじさん、CC サバシアのジェダイもね、持ってますけども、去年ね、これが配られたんですが、今年トラウトなんですけどもね、今日トラウト配られる日だったんですけど、お休みの日となってしまって、ちょっとね、残念なのかなとは思いますけどもね、とりあえず今日は、勝てたので、まず良かったのかな、なんて感じですか。で、おはっぴーさんがこう、怪我して、どうなるんだってことでしたけども、まず、おはっぴーさん IL 入りという形ですかね。で、それに伴って、ウォラックが上がってくると。そして、ウォーレンも上がってきました。オースティン・ウォーレンですね。だから2人をまず42枠に入れて、メジャーにね、入ってきたと。で、オプションで、ハーゲットが、落ちまして、で、ガーザかな。メジャー契約っていう感じじゃなかったわけですけどもね。枠には入ってましたが、彼をこう、42枠から、DFA かな、して、枠の整理をしてという形でね。なので、入ってきたのが2人。ステオハッピーさんが、IL、ハーゲットがオプション。そしてガーザが、DFA という感じかなと思いますけどもね。おハッピーさんについてはですね、まだ、しっかりと状況が分かっていなくてですね、この後、判断されるっていうことみたいなんですけどもね。現状はこう、医者に、こう見てもらったりというかね、ドクターに見てもらったりっていう状況で、まだしっかりとした完全なこう、どういう状況かというのは、はっきりはしていないらしいんですけどもね。なので、とりあえず多分、まず IL に入るということは、しばらくはちょっと無理だろうなというところ。そして、この後、どうするかによってはもう、今年、終了っていう状況になる可能性もありますし、どういう状況か、そしてどういう治療でやるのかっていうことですね。なので、昨日もね、コメントで、手術するか、筋肉を鍛えるかみたいなね、ことぐらいしか、ないんじゃないかということなんで、もう将来のことを考えれば、こう、手術するっていう方が、確実ではあるのかなって感じではありますよね。で、鍛えてどうにかなるもんだったら、それでもいいかもしれませんけどもね。なので、今後どうなるかっていうのは、ちょっと、この後数日、数週間、こう、検査したりなんかして、はっきりとしてくるのかなとは思うんですけど、ハッピーさんに関してはね。なので、ちょっとね、どうなるかっていうのは現状わかりませんけどもね、それ待ちという、形となっております。なので、ウォラックが入ってきて、で、ウォラックとサイスという形でね、現状にはなってますけども、で、今日ウォラックがね、受けたということになりますのでね。しっかりとやってくれたのかな、なんていうふうには思いますね。ということで、今日のね、試合情報に行きたいと思います。本日からですね、まず、ロイヤルズ戦ということで、今日ね、ホーム戻ってきて初戦でしたけども、0対2でエンゼルス勝利となっております。で、今日の翔平はですね、4打数1安打。そして投げては7イニング2安打無失点、2フォアボール、11奪三振と。で、防御率の方が 0.64 になりまして、今日の一言としては、お疲れ様という感じでしょうか。ということでね、試合情報としてやっていきたいと思います。で、まず1回表ですね、ピッチャーが翔平ということで、ボビー・ウィットを三振、メレンデス三振、パスカンティーノを三振で、素晴らしい立ち上がりということで、このところ立ち上がりとか、ちょっと制球悪い時ありましたけどもね、今日は、3三振という感じでね、素晴らしい立ち上がりだったなということですね。そして1回裏、相手ピッチャークラークと、でウォードサードゴロ、翔平が三振、レンドンが、センターへのライナーと、こちらもね、3人で抑えられまして、2回表、ペレスをサードゴロ、マッシーをライトフライ、イズベルを三振と。そして2回裏、レンフローサードゴロ、ドゥルーリーがレフトライナー。これはね、JBJ のナイスキャッチという感じでもありましたけどもね。そしてアーシェラがライトフライと。そして3回表、オリバレスがレフトへのヒット。ただ、ロペスをですね、ダブルプレイということで、これね、ピッチャー取れたんですけども、まあ、ゲッツーにするのでね、まあ、そこの後ろに、まあ、いるだろうということで、まあ、取らずネットに任せて、で、まあ、ネットもね、しっかりとダブルプレーと、まあ、ちょっとね、ちょってなってましたけどもね、まあ、しっかりとダブルプレーに取れましたと。で、まあ、彼、ネットさんね、守備、なかなかね、こう、メジャー上がってきてやっておりまして、なかなかいいんじゃないかっていう感じでね、しっかりとプレーしてますし、まあ、肩の方もね、大丈夫というか、まあ、彼二刀流だったんだよね。ドラフトされた時の、まあ、動画でもなんか言ってたと思うんですけど、ピッチャーもまあやってたっていうことなんでね、まあ、もちろん肩はそれなりにやっぱいいっていう感じはあると思うんですよ。ピッチャーやってたっていうこともあるし、まあ、150キロとかかな、投げてたっていうことではあると思うので、まあ、肩も大丈夫なんでね、ああいう状況でもこう、ダブルプレー取れる、肩は持ってるかなって感じはしますよね。そして、JBJ がキャッチャーフライということで、まあ、ヒットをね、打たれましたけども、ダブルプレーとキャッチャーフライと。そして3回裏ですね、ピッチャーがヤーブローにチェンジと。で、ヒホがサードゴロ。そして、ネトがデッドボール。続くウォラックのツーランホームランで、まあ、0対2と。エンゼルスが先制。ウォードがセカンドゴロ。翔平がセンターライナーと。まあ、これはうまく打ったかなと思いましたけど、まあ、センターライナー。そして4回表ですね、ウィットジュニアが三振、メレンデスをですね、簡単にまあ追い込んだんですけども、決めきれずにフォアボールと。で、パスカンティーノがレフトへのヒット。で、ワンアウト1、2塁となりましたけども、ペレスをダブルプレーに取りまして、まあこれも、まあこれはちょっとね、若干捉えられた当たりでしたけども、ネトがまあナイスプレーって感じですね。そして4回裏、レンドンがセンターフライ、レンフローがレフトへのヒット。もうドゥルーリーがダブルプレーと。で、5回表、マッシー、粘られ、で、8球かな、ほど使ったんですけども、まあ、キャッチャーフライと。そして、イズベルがファーストゴロ。アーシェラ、ナイスプレー。そして、オリバレスがライトへのフライと。そして、5回裏、アーシェラ、サードゴロ。ヒホがピッチャーゴロ。ネトがまたデッドボールと、なりまして、ウォラクが三振と。まあなんかネトもね、すげえここのとこ、まあデビューして、ここのとこっていうかまあまだデビューしたばっかなんですけどもね、まあヤンキース戦でもすげえ当たったし、今日も2個でしょ。なのでね、まあちょっとね、切れ気味でしたけどもね、まあルーキーがあの態度をするとですね、ピッチャーも切れてるってところでね、まあピッチャーが当ててんですけどもね、うん。まあヤブロも結構切れてましたね、うん。まあそれはやっぱルーキーっていうのがあると思うんでね、まあその辺のまあメジャーのなんかね、掟というかね、そういうのがあるのでね、まああんまり切れない方がいいかもしれませんけども、ただネト本人としてもまあ当たりまくってるんでね、まあ気持ちはわかりますけども、でなんか彼も大学時代もね、結構当たってたらしいんですよね。でまあプロ入ってからと大学時代とでね、まあデッドボール率みたいな、まあほぼほぼ同じぐらい当たってるらしいんですよ。でまあこのところ当たりすぎではありますけどもね。だからまあなんでしょう。避けないからっていうのもあるのかななんていうのはちょっと思いましたけども。うん。まあ避けようと思えばこう、もうちょっとしっかりと避けようと思えばね、避けられるボールっていうのもまあ中にはあるのかなっていうところ。ただそれをもう当たりに行くというかね、そのまま当たってるんで、まあやっぱりちょっと多いのかななんていうのもありますけどもね。ただまあそれはそれでね、当たって出塁できてれば、まあ怪我しなきゃいいと思うんでね。ただそれで怪我しちゃうとね、ちょっとあれなんで、まあその辺の兼ね合いはあると思うんですけども、まあ出塁はできるわけですから、それでね。うん、まあそれは良いんですけど、怪我しないように当たってほしいなっていうね。まあうまく当たってれば OK かなと。ただ彼やっぱ手に当たってたりするんでね、うん、そこはもうちょいこう、まあ打ちに行って当たっちゃってるからしょうがない部分ではあるんだけど、ただね、手はもうちょい、なんて言うんだろうな、慎重に当たってほしいというか、まあ慎重に当たるっていうのはおかしい話なんですけども、まあ折れちゃうんでね、やっぱり手首とかね、この骨が直にあるところに当たるとね、だからまあその辺だけ注意してね、うん、しっかりと、まあ注意して当たってほしいっていう、まあ変な表現ですけどもね、そんな感じでは思っておりますね。そして6回表ですかね。ロペスに、フォアボール。で、JBJ 三振、ウィットジュニア三振、メレンデス三振と。まあ、ここもフォアボールで出したんですけどもね、3人を、3K と。そして6回裏、ウォードがライトへのヒット。翔平が、ダブルプレイ。レンドンがショートゴロ。そして7回表、パスカンティーノ三振、ペレス三振、マッシーを三振と。ここでまあ、翔平はね、7回で終了となります。そして7回裏ピッチャーギャレットに変わりまして、レンフロがレフトフライ、ドゥルーリがサードゴロ、アーシェラがレフトへのヒット、そしてヒホもライトへのヒットで、ツーアウト1、3塁となりましたけども、ネットがショートゴロ、フォースアウトと。じゃあ8回表ピッチャー、8回にね、ステベスが来まして、イズベルをセカンドゴロ、オリバレスピッチャーゴロ、ロペスを三振。で、8回裏ピッチャーが、スタウモント。で、ウォラックがセカンドライナー。ウォードがフォアボール。そして、翔平がセンターへのヒットということで、まあこれ、ホームランをね、取られちゃったので、まあそこがまあ、カウントされてないんでね、まあもちろん取られたからカウントしちゃいけないんですけども、ただまあホームランを打ったのもまあ、ね、ホームランを打ったというか、ホームランを取られちゃったので、まあそこは含めないから、結構ヒットが出てなかったと思うんですけどもね、まあセンターへのヒットが出たと。で、レンドンがフォアボールで、ワンアウト満塁という感じのね、チャンスだったんですけども、レンフロー、ドゥルーリーと、まあ連続三振と、まあカーブでやられてるかなって感じでね、二人とも、まあそんな感じで全くなんか打てそうもない、まあ空振りっていうかね、そんな感じでしたね。チャンスでしたけども。で、9回表、今日はまあ9回にキハを入れてくるということで、まあダフィーさん、こんにちはということで、ショートライナー。まあこれもね、ネットがナイスプレー。そして、ウィットジュニアをセンターへのヒットでね、まあ出しますけども、メレンデス、パスカンティーノを連続三振で、今日は勝利ということになりました。そして翔平、今日はまあ7イニング2安打、無失点2フォアボール 11K ということで、まあ3勝目ですね。まあ中3日での登板ということで、まあ雨でね、中断が長引いちゃって、まあ結局ね、交代になってしまったという、まあ話でね、まあそこからまあ球数はあんまりいってないんで、ちょっと早めようかということで、中3日での登板となりましてね。まあまあ7イニング2安打無失点11奪三振なんで、まあネット記事なんかを見るとね、まあ圧巻、支配的、圧倒っていう感じでね、書かれているんですけども、まあもちろん7イニング2安打無失点なんで圧巻、圧倒、支配的かもしれないんだけども、まあこの7イニング2安打無失点っていうのをね、まあ見たらそうなんですよ。ただまあ中身を見るとやっぱり若干こう個人的にはですね、ただ単に褒めとけばいい話なのかもしれないんだけども、まあ中身を見てる限り彼のレベルの圧倒ではなかったかなっていうのはまあ正直ね、個人的には思うと。でまあもちろん立ち上がりはね、素晴らしいわけでしたよね。三者、3K ということで。ただまあやっぱ途中からね、中3日の疲れもあるのか、まあ左バッターへのまあ攻めなのかね、わかんないけど、制球がちょっと乱れるっていうところもまあ出てきてですね。まあその中で、まあ今日ツーシーム投げてないみたいなんですよね。で、この前、その前かなボストンの前かな左のね、まあインからこうツーシーム入れてね。まあその時もまあ制球に苦しんでたタイミングでもあったんですけども、まあ途中がツーシーム使い出したりとかね、いろいろしてこうインから入れてとかね。うん。使ってて良かったんですけど、今日はツーシーム投げてなかったみたいで、ただ外にね、流れていってんのがあるんで、あれツーシームかなと思ってたらね、あれカットが抜けてってるね、ボールだったみたいで。だからまあツーシームはまあ投げてないみたいなんですよね。で、まあそれもね、使ってくれたらもうちょい楽だったのかななんていうふうには思ったんですけどもね。で、右バッターはもうスイーパーとかフォーシームとか、ちょっとした別のスライダーとかね、まあそういうので全然抑えられるんですけど、やっぱり左の時のね、スイーパーとかが、まあスライダーも含めて、なかなかこう、決まっていかなかったかなと。後半の方ね。うん。で、ちょっと苦しんだかなと思ったんですけども、まあカーブをね、投げ始めてからもう左も OK になったかなって感じですよね。で、まあ結局苦しんだわけですけど、まあ疲れもあったと思うんですよね、後半ね。まあ7回なんかは特にそうでしょうけども。ただその中で、まあ苦しい中で、まあ引き出しはいっぱいあるので、まあ結局ツーシーム使ってない、まあなんで使わなかったか知りませんけどもね、今日調子がツーシームが良くなかったのかとか、まあ豆の問題とかなんかいろいろあると思うんですよ。使わない理由がね。ただ使ってないボール、使えるけど使ってないボールもある中で、まあカーブっていう引き出しをまあまず使ってですね。まあそれで全然いけたということでね。まああと本当なら今日は、中3日だし、6回の時点で、まあ終わりだったんでしょう。普通のピッチャーならばね。うん。ただまあ7回も行くぞ、つってね、行って。で、まあやっぱ7回はね、さすがに疲れてただろうし、まあなんかマウンド上でもやっぱバランスがね、崩れてきててね、苦しい中で、投げてるなという印象が見えましたけどもね。ただ結局その中で、まあ7回も三振取ってるわけですからね。まあ結局投げ切ったっていうことになりますけども。まあその苦しみながらも、まあ7回2安打11奪三振っていう、まあ感じかなとは思いますね。個人的な感想ですけどもね。うん。だからまあ圧倒っていうのは、初回の感じでずっと言ってたらまあ圧倒だとは思うんですけどもね。まあ途中、まあ三振には取ってるんだけども、まあやっぱり結構ね、簡単にいった三振ではなくて、まあ制球を乱し、まあ苦しみつつも、結局は三振に打ち取るという、まあ彼の凄さっていうところの、まあピッチングだったのかなと。だからスムーズにさーっていった感じではなかったかなと思うんですよね。まあそんな感じの個人的な意見ですけどもね。うん。で、あとはまあ打つ方に関してはヒットが出てなかったっていうのがあったんでね。まあ出てよかったなと思いますけども。まあ去年とかも散々ね、これぐらいの時期か5月ぐらいか忘れましたけども、まあなんかあんまホームランも打たない時期もあったし、まあヒットも出ない時期もあったのかな。まあコメントでもね、まあ打たないなっていうのはまあ去年も結構来てましたし、まあ今年もね、現状ちょっと調子良くねえかなみたいなコメント結構来ますけども、まあ去年もそうですけど、そのうち打つよって言ってね、打って、ほらねっていうのをね、繰り返してまして、でまあ結局、まあいつですかね、半ばぐらいからかな、もうそういう、まあ最近打たないなみたいなコメントも来なくなったしね。でまあ結局ね、そのうち打つんでっていうところなんでね、うん。まあ気にしないで見ていればそのうち打つんじゃないかなと、打つ方に関してはね、思いますけどもね。で、まああと今日はですね、8回エステベス、9回キハっていうね、順番で、まあキハがまあね、またいいキハが出てきましたので、いい顔してるしね、大丈夫かなと思いますね。で、今日はまあボラックがね、上がってきていきなりツーラン打って、まあ決勝点を自分でね、生み出しましたけども、いやまあね、良かったですね。ただまあ、この後、ずっとこの布陣で、まあ、スタッシがいつ戻っていくかわかんないんですけどもね。ただまあ、ねずっとこの布陣でいくと、ちょっとキャッチャーとしては厳しいかなとは思うんで、どうするかわかりませんけどもね。ただまあ、今の二人がね、とりあえずは頑張ってくれるかっていうところでね、やっていってくれないと困るのでね。まあ、ウォラックにも期待しつつっていうところですか。で、やっぱりどうなんでしょうね。ウォラックのがやっぱ取るっていうことに関しては、まあ、安定感としてはあるっていうことなんでしょうかね。サイスよりね。なので、まあ、翔平の球を取るのって結構難しいと言われてますしね。うん。まあ、そのスイーパーとかを取るっていうのもね、簡単ではないって言われてますけども。まあ、その中で今日はボラックが、しっかりとやってくれたのかなとは思いますね。で、ただ、相手ピッチャーね、ヤーブローとかね、あの辺がこう投げてたわけですけども、まあ、それにしちゃちょっと2点しか取れなかったのは寂しいかなっていう感じですね。非常にまあ、いいピッチャーっていう、まあ、状況ではないと思うんですね。そんなに点が取れないピッチャーではないと思うんですが、まあ、その中でちょっと2点しか取れない、そのホームランの2点しか取れなかったっていうのはちょっと、寂しいなって感じなので、明日まあ、もうちょっとね、大量に取ってくれることを願いたいなというふうに思いますね。ということで、まあ、明日が、グレンキーと、アンダーソンかなっていう感じだと思うので、まあ、アンダーソンね、しっかりと頑張ってくださいって感じですね。まあ、このところやっぱ、制球がもうどうにもなってなくてね、結局打たれるみたいなことなんで、まあ、まず制球ですね。うん。で、フォアボールを出す出さないっていうのは、まあ、もちろんあるんですけども、まあ、制球。まあ、フォアボール出さないようにして真ん中投げて打たれるっていうのは、まあ、それはフォアボールを出さなかったっていうことにはならないというか、まあ、わかりますかね。フォアボールは出してないけど、まあ、制球が悪くて打たれてたらあんま意味ないんでね。まあ、そこですね。だから、しっかりと明日はまあ、それなりな制球が見られるといいなと、アンダーソンに関してはね、思いますと。いうことで、今日は0対2でエンゼルス勝利、翔平3勝目、7イニング、無失点ということでね。まあ、お疲れ様って感じですね。本当に。最後、本当疲れてたと思うんですけどね。しっかりと投げ切ったし、まあ、あそこね、最後もう本当に大変な感じになってましたけど、結局三振で打ち取るっていうところは、まあ、やっぱ持ってるなっていう感じは思いますのでね。まあ、本当お疲れという感じかなと思いますね。そして、ウォルシュですね。今日、バッティング練習してたみたいですね。なので、まあまあ、結構ね、復活はしてきているのかなと思いますけども、ただ、まだね、いつ戻ってくるかっていうのを決定するタイムテーブルにはないっていうことなんで、まあ5月ぐらいとは言われてますけどもね、まあそんな感じなのかなと思いますね。でもなんか2020年ぐらいからまあ頭痛とか、不眠とかっていうのに悩まされてたとかっていう話で、まあだからなんか神経学的症状があるってことで、まあ本当はですね、これ、まあ頭にデッドボールとか脳震盪とかなんかそういうことで起きてる、まあ状況の症状らしいんですけども、まあ彼にはそういうのはなかったわけですよね。うん。その脳震盪とか頭に食らったとかはね。で、結局なんか2020年の6月以降3回まあコロナに発症したっていうのを書いてあるんですよ。まあ、その可能性ではないかと。まあ、だからコロナの後遺症とかっていろいろ言われてますけどもね、それなんじゃないかみたいなことみたいですね。だからまあ、外傷性の脳損傷を負った人に、まあ、症状が似ているんだけど、彼はね、それを経験したことがないので、まあ、なんでなんだろうなっていうことで、まあ、そのコロナに3回かかった後遺症なのかもしれないっていうことですよね。で、まあ、この1年半は、まあ、ずっとなんかぼんやりしてる感じっていうことでね、あんまりいい状態ではなかったらしいんですけどもね。で、まあ、それをこのタイミングで、まあ、治療しに行ったということなんでしょうけどもね。だからまあ、その状況の中でやってて、まあ、去年はそのね、自分の別の部分の手術をしたってこともありましたけども、まあ、スプリングトレーニングはね、そこそこいい活躍はしてたのでね、まあ、なんか問題なさそうに見えましたけども、まあ、それはもう前からあった症状ということで、それをまあ一旦どうにかしたいっていうことだったんでしょうね。なのでまあ一応こう回復に近づいているということで、バッティング練習もしてましたし、まあポジティブな方向には行ってるのかななんていうふうには思いますのでね。まあ昨日もコメントでありましたけどもね、まあ早々とね、戻ってきてくれるんならそれはいいんですけども、まあまだね、この時期っていうのは決まってないらしいんですけども、まあ5月ぐらいにね、まあ一応5月頭ぐらいっていうのは書かれてましたけども、前のやつでね。ただその時もまあ4月下旬か5月頭だったんで、まあこれっていうのは大体伸びていくもんなんでね、まあ5月頭、5月中旬、5月まあ下旬とかになってくるかもしれませんけどもね。まあなるべく早く戻ってきてくれることを願いたいということですね。そしてまあ、おはっぴーさんの IL の話ですけどもね、まあまだ怪我の確固たる診断は出ていないということなので、まあね、ちょっと、その情報としてはまあ、まだ先になるかなっていうところですね。ただまあ、ちょっとやばそうだという感じではまあ、ありますよね。この記事からするにね。うん、まあ、明らかにがっかりしておりってことなんでね、ちょっとまあ、今年はやばいかもしれないっていう状況ではあるのかなと。で、まあ先ほど言った通りね、40人枠を削ったりとか、あとはまあ、上がってくる選手が2人いて、1人オプションで落ちたっていう感じの、まあ今日ですね。そして昨日ですけども、大谷翔平トレードの話ということでね、まあ2つのまあ異なる記事が出ておりまして、言ってることがね、真逆のね、記事が出ておるんですよね。で、まあこれはもう前からこういうのはいっぱい出てきましたけど、またね、まあ両極端な記事が出てると。で、まあ、ある記事では大谷翔平はトレードされるね、可能性があるっていうことで、まあ、エンゼルスが苦戦すれば間違いなく、トレードされるだろうと。エンゼルスがプレーオフ争いから脱落した場合ですね、大谷翔平のトレードが今シーズンテーブルにあると伝えられているということでね、大谷の将来についてですね、我々が注目しなければならない数字が一つありと。で、エンゼルスの記録ですと。エンゼルスが争っている限り、エンゼルスがプレーオフ進出への希望を持っている限り、大谷翔平はおそらく今年のね、トレードデッドラインまでにトレードされることはないだろうと。しかし、エンゼルスが争いから、まあ、脱落したっていう場合にはですね、まあ、彼が、トレードされる可能性があると。そして、彼は間違いなく、そうなるだろうということでね。まあ、結局、まあ、そのエンゼルスがね、ポストシーズン争いから脱落すればトレードになるだろうっていうことはね、まあ、普通に考えれば、そうなわけですよね。ただまあ、普通じゃない人がオーナーなのでね、まあ、そうなるかはわからないし、その可能性もまあ、なくなってきてるんじゃないかっていうふうには言われておりますけども、まあ、でもその中でまた新たにね、こういう記事が出てきておりますけども、まあ、結局ですね、まあ、エンゼルスがこう、なんでね、トレードするって思ってるかって言えばまあ、結局 FA の年なわけですから、まあ、このままね、ずっと保有していたとして、まあ、もちろんポストシーズン争いしてれば、トレードしないっていうのは当たり前の話ではありますけども、ただもうそこから完全に脱落しちゃった場合ね、この後、まあ、トレードして何かを得るっていうのは、まあ、普通の考えなわけですが、ただまあ、結局、トレードするって言ってもですね、トレードして、まあ、しなかった場合の利益と、した場合の利益と天秤にかけてですね、まあ、その、チームが勝つためとかっていう話じゃなくて、ビジネス的な問題でね、彼をトレードした場合何かを得られる。で、トレードしない場合はね、まあ、彼がいることによっていろいろと恩恵を受けられるわけですから、チームとして、まあ、ビジネス的問題がね。なので、まあ、それ以上のものをトレードで得られるのであれば、多分、オーナーとしても出すと思いますけども、まあ、その、そうじゃなければ出さないんじゃないかっていう話なわけですよね。まあ、その野球として考えてるっていう、将来のことの野球のね、チームとして考えてればね、まあ、プロスペクトもらっといた方がいいじゃんってなるわけですけども、ただそういう、考えではないっていうことなんでね、オーナーはね。なので、まあ、そこかなっていう話ですね。トレードされるのであれば、まあ、ずっとね、今年ずっと置いとくよりは、何かプラスになるっていうものをね、与えてくれるのであればトレードするかなっていうところですね。相手チームがね。で、あとはトレードのね、可能性が 0% っていう記事も出てるわけですね。うん。トレードの可能性が高いっていうのと 0% っていうのがね、昨日同時に出てるぐらいなんですけどもね。そしてですね、特にまあ、ヤンキース、パドレスを含むいくつかのチームがまあ、昨シーズンね、トレードデッドラインの前にトレードの可能性について、まあ、エンゼルスに尋ねたわけですけども、オーナーとしては、まあ、数年前からこのね、トレードしないという、まあ、スタンスっていうのもね、取ってきていると。で、まあ、大谷翔平ね、今シーズン終わった後フリーエージェントになりますけども、まあ、結局どこに行ったとしてもですね、5億ドル以上を受け取る可能性があると、まあ、言われているしね、まあ、それ以上っていう話も出てきてますけども、で、まあ、日本をですね、3度目のね、WBC 優勝に、まあ、導きまして、で、まあ、結局、まあ、大谷翔平をね、エンゼルスに留まらせるには、まあ、チームとしての、まあ、成功というか、ポストシーズンに、まあ、最低でも出るっていうね、とりあえずの、まあ、役割が、それを果たさないとね、まあ、無理なんじゃないかっていう、まあ、それを果たしても、どうなのかっていうのは、まあ、もちろん言われてますけども、でも最低限それはしないともう 0% チャンスになるということになってますので、で、まあ、トラウトとしてはそれはね、知っているということなんでね、まあ、とにかく、まあ、プレーオフに出て、彼の心の中に少しでも、まあ、可能性をね、与えたいっていうことですよね。で、まあ、チームとしてはね、翔平がいて、来てからの、まあ、最初の、来てからのシーズンで、まあ、トラウトと翔平がいながらですね、まあ、まだポストシーズンに出ていないということではあるんですけども、なので、まあ、今シーズンは結構ね、かけているというところにはなります。で、まあ、現在ね、まあ、アメリカンリーグで、の、ウエスト2位かなっていう感じではあるんですけども、まあ2位タイですか。ただまあ、まだね、現状その今、順位がどの頃って言っても早いんですけども、まあ、1位とそんだけね、離されなければ、まあ、何位だろうがね、そのゲーム差が現段階でね、かなり開いてるってことじゃなければ、まあ2位でも3位でも4位でもね、いいと思うんですけども、まあ、とにかくね、まあ、早い段階というか、前半のうちに、まあ、貯金は作っておきたいよねっていう話ではあると思うので、まあ、今からこう、まあ、KC とアセチックス戦かなっていうことなんで、まあ、そこでね、まあ、なるべく勝っておきたいっていうのは、まあ、このね、7戦ですか。うん。まあ、それはあると思うんでね。まあ、全部勝ってくれたらそれはいいんだけどもね。まあ、それはなかなか難しいと思うんで、まあ、両方で勝ち越しっていうところは言ってくれればいいのかなと思いますけどもね。ただまあ、その中でね、結局、まあ、プレーオフに行けなければっていうことになりますし、まあ、その後どうなるかっていうのは、まあ、それにね、まず、可能性としてかけるのであればですね、まあ、それにかかっているので、まあ、チームとしても、まあ、トレードの可能性としては、まあ、どうなんだろうってところですね。で、まあ、結局、まあ、トレードするかしないかっていうのはね、まあ、オーナー次第というか、まあ、チームの成績がどうであれ、オーナー次第にはなってくるかなと思うのでね。まあ、彼の考えが、まあ、変わらない限りは、まあ、ちょっとね、チームがダメでもトレードされるから、まあ、いいじゃんっていうね、思いではあったと思うし、まあ、そういう方も多かったとは思うんですけど、今年に関してはね。ただまあ、ちょっとわかんないですから、まあ、ダメ、今年もね、ポストシーズン行けないやってなっても、まあ、そのままいるね、可能性も、まあ、結構高くあると思うんでね。まあ、モレノさんなんで。だからまあ、それだったらできるだけね、ポストシーズン行けるっていう状況になってくれた方がいいわけですからね。まあ、とりあえず、まず、まあ、前半戦のうちにある程度勝っておきたいなっていうのは、まあ、ありますけどもね。なので、まあ、この、まあ、戦いで、まあ、両ゲーム勝ち越しっていうところ、そのための、まあ、今日の、まあ、初戦取れたっていうのは良かったのかなと思いますけどもね。そしてまあずっと永遠と言われてますけどもね、その FA になった場合はドジャース、パドレスが、まあお気に入りとみなされておりまして、メッツ、ヤンキース、マリナーズ、ジャイアンツ、カブス、レンジャーズも除外できませんということで、まあ記事が終わっております。なのでまあ結局、オーナー次第って感じかなというのはね、まあどの記事を見たってそういう感想になっちゃいますね。まあ、オーナーがまあオーナーなんでね。うんだから通常のこと、まあ当たり前というか普通のことはまあなかなか起こり得ないというか彼のね、オーナーが彼の場合はね、ただ考えを変えてトレードになる場合もありますけどもね、まあそうなった場合は何か、キープするよりかは何かいいものを得られたんだろうなっていうふうにはまあ、思ってもらえればいいと思うんですけどもね。ただまあそれはもう先のことなんでまだね、今、まあシーズン戦ってますのでね、とりあえずエンゼルスが勝っていくっていうところだけまあ見てね、翔平がまあ活躍してくれるっていうところだけ見ていけばいいかなと。でまあ期限が来ればね、答えは出ますのでね、まあとりあえずそこまではね、応援していけばいいのかなというふうに思いますね。続いてね、今日のヤンキース戦ですけど、今日は6対1でね、ブルージェイズに敗れるということで、菊池さんにね、まあいいピッチングをされてしまったと。まあいう感じですかね。まあ結構ね、菊池さん、どうだっけな、打ってた気がするんだけどもね、以前はね、菊池さんから。ただまあちょっとね、今年はいい感じで来てるのでね、なかなか打てないということで、まあ1点しか取れないということになりましたね。で、菊池さんは6回、投げまして、4アンダーで1失点か。ということで、90球を投げたということですね。で、被安打が4と。で、まあ、その後ね、繋がれて、まあ、無失点ですね、あとはね。うん。なので、まあ、今日は1点だけ。そして、ヤンキースとしては、まあ、初回にね、2点取られて、で、まあ、その後もね、点を追加されていって、まあ、6対1ということになりましたけどもね。いや、まあ、ちょっとね、うん、まあ、いいように投げられちゃったかなっていう感じですね。うん。で、まあ、ゲレーロにも打たれて、ということでね、まあちょっと、うん、まあ今日はね、もうどうしようもなかったのかなっていう感じしますけどもね。まあでも菊池さんとしてはね、今年というかまあ去年からね、こう、勝負の年というか、で、まあリリーフをね、生かされたりなんかして、ただまあ今年ね、その、まあローテ枠を争うような状況から、まあスプリングトレーニングで良くてね、で、今いい感じで来てますのでね、まあ、その面にしては、嬉しいことではありますけどもね。まあ、今日はヤンキース相手にやられてしまったので、ちょっと、あれでしたけどもね。で、菊池さんも3勝目ということなんでね。まあ、よろしいんではないでしょうか。続いてですね、カブスですけどもね、今日はドジャース戦ということで、0対13ということでね、まあ、大勝と、なっております。で、鈴木誠さんが、4打数2安打の2打点と、で、1フォアボールと。1得点という感じになっております。ということでね、まあ、カブス大勝ということで良かったんじゃないでしょうか。で、ヌートバーがですね、出ておりますけども、今日は無安打かな。で、吉田さんは、1安打かなと思いますけどもね。そんな感じで、まあ、日本人選手関連というかね、まあ、そんな感じで4打数、1安打ということでね、1打点と吉田さんはね、なっております。で、明日、が藤浪さんが投げるんでしょうかね。おそらくね、日曜日ですよね、明日ね。だからまあ明日藤浪さん投げる予定かな、なんていうふうには思いますので、この前ね、その、まあいいピッチングというか、今までこうちょっとね、最初の登板、そして次の登板かな。まあ序盤の登板はね、制球を乱してっていうところで、まあなかなか厳しいね、あれでしたけども、まあ前回ね、結構いい感じで投げられたので、まあ今回も、明日ね、レンジャーズ戦ということになりますので、まあ明日はちょっとね、いい感じで投げられるといいなと思いますね。で、まあヤンキースは明日コールで、ブルージェイズマノアということで、まあマノアもなんかあんま良くないんですよね。だからまあ、コールとしては、まあ、このところいいコールなんでね。まあ、そのまままたいいコールが来るのか、そろそろ悪いコール出てくるのか、みたいな時ありますけどもね。まあ、いいコール出てくることを願いたいと、明日はね、思いますね。ということで、今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのコメントよろしくお願いします。では、終わります。ということでね、ここからまあ雑談ということで、まあ、雑談もね、なるべくこう、まあ、やっていきたいというかね、もちろんその雑談まで楽しみにしてくれてる方もいますのでね、まあね、もちろんその全部見てない方も結構いますけども、まあ、それはそれでいいんですよね。で、まあね、最後まで見てくれる方もいますし、まあ雑談がね、あんまり毎回ないとねっていうのもね、ね、コメントいただくのでね、まあなるだけ喋ることがある日はっていうことでね、ただまあ今日もなんか文句みたいになりますけども、車の話とか、まあ僕が乗ってた話ではなくてね、まあ普通に今日は歩いてた時の話なんですけどもね、まあコンビニ行ってね、まあちょっと帰り道というか歩いてて、で、まあ横断歩道があって、で、そんなにこう、道幅の大きなね、道路の横断歩道というよりかは、本当にまあコンビニとコンビニなわけないけど、コンビニとその他の建物があって、その間のまあ、細い道なんですけど、ちゃんとまあ、そのね、一車線ずつでセンターラインがあるような、まあ、でも細い道ですね。で、一時停止があって、で、その、ね、向かいっていうか、その奥というか、そこを進んだ後にまあ、横断歩道があるっていうかね、だから横断歩道の横にまあ、一時停止の線がすぐあるっていう感じかな。っていうところをまあ渡ってたわけですよね。でまあだいぶ向こうからというかまあかなりこうまあまあな止まる余裕、そしてまあ一時停止なんでね、まあ一回止まんなきゃいけないのは当たり前の話なんですけども、まあ止まんない人はたくさんいますけどもね。でまあだいぶ余裕があって車が来てたんですけど、まあ渡ってたわけですよね。そしたらもうその勢いが止まってこないんだよね。俺が渡ってるのにって思ってね。で、もう一時停止のラインを越えたぐらいで、なんかもう急ブレーキみたいな感じでピーンって止まって、結構ね、びっくりするじゃないですか。止まると思ってるかね。うん。当たり前に、もう普通に渡ってるわけですよ。急にで飛び出して渡ってるわけじゃないからね、僕が。先にもうすでに渡ってて、まあまあなその距離感があったにもかかわらず、一時停止ラインを越えて、なんか急に止まったみたいにね、止まりやがったわけですよ。もう止まりやがったとか言っちゃうけどね。うん。だからこっちも危ねえなと思うわけですよ。だからお前どこ見てんだよっつってね、言ってやったわけですよ。聞こえてないけどもね、車閉まってるわけだから。で、一時停止と横断歩道だろうがよって言ってね、言ってやったんだけど、まあ向こうもだから、そういう人間っていうのはまず一時停止しない。そして横断歩道で止まるという概念がないわけですね。人が歩いてたらね。うん。まあ人が歩いてたらというか、まあ人がそこに、まあ渡る前に立ってた、としてね、止まるという概念がない人間なわけですよ。だまあ、その人に言ったとしても、まあ、もう救いようがないんですよね、その人の人生はね。うん。だからまあ、言ってもしょうがないんだけども、まあ、危ないじゃないですか。渡ってんのにね、そこで急に止まるっていう作戦あるみたいなね、作戦というか、そんなことあるがよみたいなことでね。だから、危ねえなって言ったんですけどもね。まあ、何言われてんだろうみたいな感じでね、ポカーンとした顔してるんで、あ、こいつもう救いようがねえおっさんだわと思ってね。うん。まあいいんですけど、それでね。だから本当にね、まあなんか最近もね、例えばまあ人がこう、横断歩道で待ってて、まあそれをね、そのまま止まらないで通過したら、まあ警察が見てたら違反取られるわけですけども、人が渡った後に、要は渡り切る前にですね、まあ横断歩道を渡っててね、うん。まあ逆側から、まあ来ててね、車線の逆側というか、どう言えばいいんでしょうね。自分がまあ、運転してて、まあ、左車線なわけですから、左側から人が渡ってって、で、まあ、その車線はもう空いたわけですよ。自分が走るね。ただ、まだ横断歩道上にはいると、反対車線側の。それで車をこう発進させて、その渡ってる人がなんか振り返って、まあ、びっくりしたりしたら、それはもうなんか妨害したことになるとか言ってね、それでも、なんかね、切符切られるとか言ってね、まあ、そんなことも書いてありましたけども、まあ結局その、しっかりと安全に渡れたと歩行者に思わせられなかったら、まあ切符切られるってことなんですかね。だからまあなおさらね、そんな渡ってる目の前まで来てね、止まってね、急ブレーキみたくして、一時停止も無視してってやってるわけですから、まあ完全に違反ですからね、それはね。なのでね、まあ、そういうの多いですよね。で、まあそういうのじゃなくても、まあ、車乗んない方がいいんじゃねえかな、みたいな人、1日4台ぐらい見ますからね。うん、毎日乗ってて。まあ毎日4台もいないけどもね。まあここのとこで、まあ4台ぐらい見て、毎回4台ぐらいいるけどもね。まあ僕の判断ですけども、勝手なね。なのでね、もうちょっと、まあちゃんと運転してくれよっていうのはね、たくさんいるんでね。まあもちろんその車乗ってる方、このね、見てる方で車乗ってる方もいると思うし、まあもちろん車乗ってなくて歩きの方もいると思うんでね、まあ車乗ってる人はまあその辺も注意して運転してもらいたいし、歩いてる人はまあね、その引かれないように気をつけてほしいっていうところですね。うん。なのでまあ僕はもうね、車乗っててまあ自らもね、人がいたらまあ止まるっていうのは当たり前だと思ってるんで、まあなるべくね、まあ 100% 止まれるかって言ったらそうではないと思うんですけどもね。まあ止まるようには心がけてるし、まあそれが当たり前なんですけどもね。だからまあ渡るときも堂々と渡りますんで、まあ引かれそうになるときもまあ結構あるわけですけどもね。だから皆さんはね、その引かれそうになることをね、あると危ないのでね、しっかりと止まったことを確認してから渡るという方がいいかなと。でまあね、結構ね、平気で堂々と渡りますんで、僕の場合はね、止まれよって感じでね、うん。引いてみろや、つって渡っちゃうので、引かれるパターンもあると思うんですけど、今後ね。うん。皆さんにはそれはお勧めしませんので、しっかりと止まったことを確認して、堂々と渡っていただくというところがいいかなと思いますね。ということで、まあ、今日はね、愚痴みたいになりましたけども、まあ、いろいろとね、運転する場合も気をつけて、で、歩いてる場合も気をつけてくださいという感じで思いますのでね、うん、変なのはいっぱいいますから、引かれないように気をつけてくださいと。ということで、今日はね、これで終わりたいと思います。